北出口園系南出口ホームホームから桜並木向野総駅は兵庫県山ヶ崎市向野総一丁目にある阪急電鉄神戸本線の駅。駅番号は HK-07。開業当初、駅名は金交じりで向野荘と表記されていたが、阪急電鉄総支社の小林13が漢字と金を混用するのは良くないと意見したため、後にすべて漢字を用いて、 向この層と表記されるようになった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。もともと対比線の設置を考慮した駅構造で、駅敷地やホームの端部にその名残があるが、対比線を設置したことはない。駅舎は、神戸三宮寄りに設けられており、下り線側が、南口、上り線側が、 北口となる。どちらも地上駅舎で各ホーム間は地下道及びエレベーター併設の古典橋により連絡している。なお、改札外にも天ヶ崎市が管理する地下自由通路と有料駐輪場が設けられている。トイレは北改札構内と下り線ホーム神戸、三宮寄りに設置され、多機能トイレを併設する。 南口ホーム下り線側には桜の木の並木が植えられている。優等列車は通勤急行が停車する。また平日の朝ラッシュ時には当駅始発の普通大阪梅田駅が一本設定されている。2019年時の1日平均乗降人員は6万1580人で、天ヶ崎市内の駅としては JR 天ヶ崎駅に次ぐ大差であるほか、 阪神天ヶ崎駅よりも多くなっている。阪急電鉄全線では、第9位、神戸本線では、大阪梅田駅、神戸三宮駅、西宮北口駅、13駅に次ぐ、第5位で、特急通過駅では、第1位である。駅税券が、比較的、広く、天ヶ崎市内のみならず隣接する伊丹市からも、当駅を利用するものが多い。 近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り、パンフレット、向こうの総大住宅地美容師駅前公園の構造物は減損する。阪急経営向こうの層住宅地案内図、阪急電鉄が総面積6万坪の住宅地を売り出すために駅を設置したという経緯があり、駅周辺は、阪神間モダニズムの面影を残す住宅地となっている。駅北側、 駅南側ともに駅から200メートル圏内に信号機は設置されていない。駅敷地内や線路沿いには桜並木が整備されている。阪急神戸本線で開設当初から駅前ロータリーが設けられた唯一の駅であり、駅南側の山手幹線までの並木道を六甲山系がアイストップである駅北側の水路沿いの道がそれぞれ町のメインストリートになっている。 周辺に駐輪場が十分に整備されていないこともあり、放置自転車が多い駅として調査結果が発表されている。阪神バス、伊丹立花線を除きすべての路線が天ヶ崎市内線。北口は阪急向この荘、南口は阪急向この荘停留所。1986年の改編まで停留所名は北口が向この荘、南口が 向この総南口となっていた。ありがとうございます。